なんだろう、例えばいいねくれ、いいねだけしかくれないとか、コメントくれる人っていうのはなかなかそのお客さんになりづらい、うん、っていうよりもいいねだけとか何もいいねもくれない人の方が見てるんだね、うん、お客さんになりやすいのかな、で なりやすいというかなった事例が多い。だからあの、うん、実際やり取りやってるんじゃなくてその周りについてる何百人何千人、もしくは何万人っていうそっちの方が、うん、つながり、バックグラウンドにいる人たちが そのやり取りを見てて、はい、それでその人柄とか技術を知ってお声掛けするんでしょ、うん、の方が多い気がします。というか、まあ友達じゃなくて実際うちはそういうつながりになってます、うん、そう、だからあの何て言うんですか、あの全くその反応がないにしてもたくさんの人が見てるんだ、うん、だからやり取り、まあ、やり取りやるのが一番ベストなんですけど、でもそれだけじゃなくてその周りにたくさんいろんな人がいるんだよっていうのはあって、やっぱり、やり続けていかないとなかなかそういうの広がりがないのかなっていうのは忘れられちゃうしね、はい、ありますね、うん、だからこそもう毎日やり続けるで、それを続けるっていうのは1ヶ月2ヶ月じゃなくてやっぱり年単位、1年2年3年4年5年長ければ長いほどやっぱりその効果広がりっていうのはもっともすごくなってるし、うん、いやおっしゃるとおりです、うん、ですからもう 年単位のスケジュールというか、うん、そのそういうことを考えたらとなかなかうまくいかないのかなと思います。前は何だろう、あのすぐ座りたくなったんですけど、今はもうずっと立っても平気、立っても、うん、だから あんまり椅子を求めなくなったっていうのがあります、うん、そうですね、やっぱ続けることに意味あるんですよ、うん、そうです、はい、だから自転車もちょうど始めて1年で、うん、来月富士山のヒルクライムに出るんですけど、まあそれはまだタイムは全然なんですけど、富士山のスバルラインの料金所から5本目まで行くレースがあって来月に出てくるんです。